下るような残暑を吹き飛ばす胸のすくような好レースが連日展開されました。ボートレース浜名湖のビーナシリーズ第10戦マンスリーボートレース杯、競争水面上には今シリーズのビーナス6強が登場。第12レース優勝戦の開始を迎えています。本番もピット離れ覗いていったのが3号艇平川香織と5号艇藤原夏樹、抑えられた2号艇中村かなえは早めにホーム側に船を回してきていますが、1コースには1号艇渡辺由美が本番も向かっていくところ、勝手知ったる49号機とのタッグで連日キレキレのスタート構成からシリーズを圧倒してきました。優勝戦ももちろん人気の中心、そして2コースどちらか3号艇平川か2号艇中村かというところ、2号艇中村かなえはシリーズリーダー渡辺同様ここまで5勝の勝ち星をマークしています。3号艇平川香織が本番も2校進入、昨日の準優11レースは見るものを虜にする衝撃の逆転勝利でした。赤番モーター62号機がデビュー初 V を後押し、そして4コースの角となったのが本番は5号艇藤原夏樹、これで浜名湖は3連続での輸出、本番5コースに6号艇地元の期待を一身に受けて長島真希、サイアウト6コース4号艇大山千尋、オーラスはチルト05セッティング、進入内から1番3番2番5番6番4番です。スタートしました。インコース1号艇渡辺、3コース2号艇中村、4コース5号艇藤原、いいスタート。1周1マークイン先手1号艇渡辺由美、2号艇中村が握る、3号艇平川、4号艇大山切り込んでいきますが誰も全く届かない。1号艇渡辺由美堂々先頭、リードの方は6艇身、2番手争い内から4号艇大山、外3号艇平川、12レース優勝戦スターター成長。1周の2マーク4号艇大山に全速攻撃、3号艇平川香織、大山を今日もかわす。3号艇平川2番手、3番手4号艇大山、11番3番4番後方2号艇6号艇5号艇の順でレーサー2周回目に移っていきます。2周の1マーク先頭で1号艇渡辺由美から回っていきます。3号艇平川香織が2番手、4号艇大山は3番手追走か、上位の体型1番3番4番後方6号艇長島、2号艇中村、5号艇藤原、各艇がスリットラを通過してこれから2周の2マークです。2周2マークも先頭で1号艇渡辺由美、2番手3号艇平川香織、3番手4号艇の大山千尋に6号艇長島迫ってくるか、4号艇大山のターンが若干膨らんで長島接近、4号艇大山リーダー3艇審査、各艇が時計前へ通過してこれから最終周回の1マークです。3周1マーク4号艇大山に対して6号艇長島さっと開いて小さく切り込んでいく差しハンドル、しかしながら4号艇大山3番手、11番3番4番3連単134は 14.4 倍、136は 21.5 倍、大一番も慌てず騒がずのイン速攻、今年2回目、通算では13回目、ここ浜名湖では初優勝、1号艇渡辺由美最後の直線、3号艇平川2番手、4号艇大山3番手守った、1着で1番の渡辺由美が優勝のゴールイン、2着3番平川、3着で4番の大山ゴールイン、後方6番長島、2番中村、ラストで5番の藤原がゴールインです。